ウンデラタレ。おはようございます、タケです。ということで、前回ね、ナプスタブルークに助けてもらって、で、ナプスタブルークの家について行ったりしたところで終わったんですけども、まあ、本日その続きからやっていきたいんですが、まあ、前回、終わる直前にやったカタツムリレースのところ、もう前回の動画にね、コメントいただきまして、このカタツムリレース、必勝法があると。で、10回応援したら確実に自分のカタツムリが勝ちますよと。いうコメントいただいたので、前回 20G 無駄にしてるんですよ。これ1ゲーム 10G でゲームができて、で、前回ね、なんか1回目は応援しすぎて負けました。で、2回目は、じゃあ応援しないでおこうって言って、応援しなかったら負けました。なので、まあ、1回 10G なので、20G 無駄にしてるんですよね。その 20G を、この必勝法で取り返していこうということで、まあ、スタート直後にね、10回応援すると確定で勝つってことなんで、それでこのお金取り戻していこう。結構バカになんないからね、20G は。ということで、行きますか。スタートしたら、Z を何度も押して、カタツムリ応援してね、これを10回押します。よろしくお願いします。準備はいい。行きましょう。2、1。で、行くよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、来た！なるほどね。これで、一番早いんかな。10回タップするのが一番早いんだ。これ、応援しすぎてもダメやし、応援しなさすぎてもダメなんよね。このゲーム。で、10回応援が一番スピード早いんかな。いや、ナイス！これで、でも結構さ、お金取り戻せるんじゃない？これで1位取り方分かったから、何回かやればね、これ 10G かかってるんで、結構お金かかるよね、これ、レースするだけで。いや、ナイスすぎる！いや、1位とか嬉しいね！優勝だね、おめでとう。賞金として 9G あげる。いや、マイナス 1G! ちなみにね、そのコメントにあったんですけど、2位取ったら、なんかもう、ものすごいものがもらえるよっていう。ちょっとこうネタバレも伏せつつ教えてくれたんですよ。いや、ものすごいものって何やろ？なんか言い方的にお金じゃない気がするけど、まあやるか。オッケー、作戦は考えた。8回から10回ぐらい応援して、で、ゴールライン間際で、こう止めたらいいよね。応援したら一瞬足が止まるんで、ゴール間際で足を止めさせて、調節して2位にしよう。ここで微調整やね。うまっ2位うまっ。惜しいところで負けちゃったね。でも、あのカタツムリは自分が勝ったと思い込んでいる。あ、どうしよう、カタツムリがこっち見てる。口止め料だから、勝ったことにしといてあげて。30G 来たこれは金策だはい、ということで、いや、前回の負け分はとりあえず取り戻してきた。なんならちょっとプラスにしてきた。じゃあ続きやっていこうか。異次元ボックスある。いや、上あるね。あ、亀さんだ。そこの若いの。ガラクタばかりじゃが、買っていかんかね。まあ、ちょっと回復アイテム買っていきますわ、じゃあ。はい、ちょっと右に進んできました。看板エリアやね。完膚なきまでに打ちのめされた我々は、根絶やしにされることを恐れ、人間たちに降伏した。そして、強大な力を持つ7人の人間の魔術師が、その魔力で我々を地底の世界に封印した。封印の中に入ることはたやすい。しかし、外へ出ることができるのは、強き魂を持つ者のみ。この封印を破る方法はただ一つ。7人の人間の魂に匹敵する強大な力で撃てば、バリアは崩壊する。なるほどね。だから7人人間の魂集めてたんだ。エコーフラワーには話しかけれないね。ちょっと距離が遠いね。しかし、この呪われた地には入り口も出口も存在しない。従って人間が現れることもない。これはかなり重要なんじゃないかな。か人間が現れることはないって言われてるけど、今まで何人か人間来てるってことやんな。何か特別な方法で来たのか、または、この地底で生まれた、みたいな感じになんのか。我々モンスターは永遠に地底に閉じ込められる運命なのだ。なるほどね。けど今はもうね、リーチかかってるからね。隠しボス？隠しボステミーが現れた。これは手強い。隠しボス来た。テミー。テミーフレークスを食べさせる。テミーフレークス食べさせるか。テミーが食べたいのはテミーフレークスのみ。じゃあいいやん。いやーん。ペコハラパターン。
絶対暗くない、絶対暗くないか。これはテミーは激しくブルっている。テミー、テミー分析するか。テミーずってん中、ずってん。キャワは人間、なでりの大好き、でも人間。テミーアレルギー。なんなんこいつ、ね、ずっと化けた文字みたいな使ってくるけど。ほい、あちしテミーだお。いやこれテミー、テミー、じゃ絶対食らうのよそれ。それ絶対食らうやん。テミーは激しくブルってる。テミーどうしたらいいんやろ。ポーズ取ったらいいのかな。テミーにポーズ、筋肉見せなんかなんのかな。やん、筋肉キャワワクニャイ。僕はそうは思わないな。出てきた。いや、二人きりだね。なんでこいつ、なんでこいつになったん、次。アーロンはこちらへ筋肉を見せるの待っている。めんどくせえよこいつと戦うの。筋肉をピクピクさせた。アーロンはもっともっとピクピクさせた。アーロンは筋肉をピクピクしすぎて部屋の外へ飛び出した。いや、こいつになんねや。いや、でも隠しボスね、アーロンがいなけりゃ倒せなかったから、まあさすがにボスたるゆえんかもね、今のは。お、なんだこれ、え、先がなくない、あ、こっちか、なんか光の道みたいな感じ。チュン、あ、なるほどね、光らせたら道が出てくるんだ。別になんかいいけどね、そんなんは。元から出しときよ。え、これさ、なんか何回か消したらみたいなないかな。別に同じチョコしか光らないのか。ん？行き止まりやぞ。どういうことや？なんか他の道あったっけ？あ、なんか上も光、あ、そういうこと？別々のところ、ちびかび！じゃあ、あっこやな、その上のところ行って。なるほどね、これ全部光らせたら、なんか新たな道ができていく感じか。なんかさ、この気持ち程度の謎解きいらなくね。いや、いるのかな、一応。別にそんなむずくないし、割と進めるんやろ。ただ歩く距離が長くなるみたいな、気持ち程度の謎解きね。お！看板ゾーンね。魔法の光も、ろうそくも持たない。モンスターたちは、ホームへの道を、クリスタルで照らした。あ、このホームっていうのはあれやね。ホームタウンやね。これ前回読んだやつや。ろうそくも持たないモンスターたちは、ホームへの道をクリスタルで照らした。これモンスターたちの住処なんですよね。あれ？クリス、あ、なるほどね。これで光らせれるんだ。で、早く行かないと暗くなるみたいな感じね。ブワーン。いや、これさ、結構行き止まりとかもあるからな。いや、逆にこっちとかね。いや、ストレートに行き止まりかい。逆にこっちかなと思ったら、ストレートに行き止まりかい。いや、もうこれ暗いけどさ、これみんなの画面はどうなんかな、見えてるかわからんけど。まあ、うっすら見えんのよね。もう別に照らさんでも。別に照らさんでも行けるから、もうこのまま行くわ。ちょっとめんどくさがりなんで、俺も。オッケーオッケーオッケー、いけるね、これで。いや、いるこれ、ほんまに。遠回りするだけや。あ、でももう光の道は終わったか。いや、でもまだ暗いぞ、言っても。何このスポットライト当たってんの。あ、草むらや。入れへんし、ほんで。何もない。え、なんやろうな、進んでいけばいいのか。後ろだ。怖すぎる。怖すぎる。あんだい、やばいか？さすがにもうね。てか、アンダインも落ちてきてんねや。どこまでも追っかけてくんねやな。七つの人間の魂。それさえ手に入れば、我らが王は、アズゴア、ドリーマー王は、神となる。それさえ手に入れば、アズゴア王は、ついに、バリアを破ることができる。人間どもの手から地上の世界を奪還し、我らが味わった苦しみをお前たちにそっくりそのまま返してやるのだ。良いか、人間。これは貴様にとって最初で最後の償いのチャンス。己の魂を差し出せ。さもなくば、私がこの手で貴様の体から引きずり出してやる。やばいか？どっちにしろやん！それ！自分から出すか、お前が出すかのどっちか。
うわあ！お友達来た！アンダイン、俺も一緒に戦うぜ！すげえ！アンダインに会えたじゃん！やったな！しかも、戦うところをこんな近くで見られるぜ！あ、こいつ誰と戦うか分かってないんだ。あれ？アンダイン、誰と戦うの？いや、アンダイン子供には優しそうじゃない？なんかこんな感じ。で、足音長っ！これ、足音、どこまでも聞こえるよ、足音が。俺が決定ボタンを押さない限り。いや、もうこの画面外で足踏みしてるだけなんじゃないの、もはや。そろそろもうアンダイも疲れるやろうから決定ボタン押してあげるか。このこと、父ちゃんと母ちゃんには言いつけないよね。いや、画面外足踏みアンダインおったな。いや、助かったのか、でもこれで。しかも道できてるわ。いや、毎回あいつに助けられるな。あの幼馴染の子供に、通りすがりの会話が聞こえる。私の願い事を教えてあげてもいいけど、笑わないって約束する？なるほどね。夢を笑うなよ。通りすがりの会話が聞こえる。笑うわけないでしょ。通りすがりの会話が聞こえる。私たちが閉じ込められている、この山の頂上に、いつか登ってみたい。空の下に立って、どこまでも続く世界を、この目で見てみたい。それが願いよ。いいやないかい。進撃の巨人みたいな。笑い声が聞こえる。ちょっと、笑わないって約束したじゃない。笑われたんだ。ごめんごめん。だって、私の願い事と同じだったからつい。いいねえ。なんだよ、そんなことかよ。青春じゃねえか。だが、地底の世界にはこんな予言も伝わる。地上を見し者、すなわち、天使は舞い戻る。天使が戻るとき、地底の世界は無人となるだろう。どういうことだろう。いやー、この主人公がやっぱさ、天使っていうオチなのかな、やっぱり。なんかね、ただの人間ではない気がすんのよね。なんか一個だけ凹んでない？なんでここだけ、ちょっとくぼんでんの？なんか意味あんねやろなー。おーい、待てよー。子供来た。待てよ、待てよじゃないけどね、俺。あの、阪神の外国人助っ人でしょ？いや、待てよと勘違いされてる俺。待てよじゃないよ。俺、こんなとこにいんのがバレたら怒られちゃうんだけど、ちょっとお前に聞きたいことあって。やばい、ちょっと気まずいかも。やべ、こんなこと誰かに聞くの初めてだ。お前ってさ、人間なんだろ？やっぱな、絶対そうだと思った。てか、まあ、絶対は言い過ぎか。実はさ、アンダイに言われたんだ。あの人間とは関わるなって。ってことは、つまり、俺たち敵同士ってことになるっぽい。でもさ、なんか俺苦手なんだよね、そういうの。だからさ、お前ちょっと意地悪なこと言ってくんない？嫌いになれるようにさ。な？ええー、なんかそんなこと言われたらさ、こんないいやつに、しかも子供、しかも俺の命を2回も助けて、いや2回なのかな ?3 回なのかわかんないけど、ま、何回かね、俺の命を救ってくれるやつにさ、悪口なんて言えない。いや、ずっと思ってたんやけど、お前顔でかない普通に。お前その体でさ、その顔面支えてんの、普通に意味わからんし気持ち悪いよね。顔でかいっていうのはまずモテないやん。で、クマもすごいし、あとお前、一個欠点があって、お前腕ない。腕ない奴に俺が負けるわけない。だからお前が敵同士だとしても、俺とお前が敵だとしても、お前に絶対負ける未来が見えない。雑魚すぎる、本当にどっか行ってほしい。え？お前、それ本気で意地悪なつもりで言ったら。いや、お前が言えって言ったよ、普通に。そんなの、姉ちゃんに毎日言われてんぞ。お前、姉ちゃんにこんなこと毎日言われてんの？心配なるけど、それ。大丈夫？しょうがねえな。じゃ、俺から言うよ。お前なんか、大嫌い！それだけか、お前。そんなお前今振り絞って言ったか満載やぞ。はぁ、あ、何やってんだろう俺。帰るわ。賢者タイム。賢者タイムえぐらい。帰るわえぐいわ。帰るんだ。え？バイ。あ、危ない。え、マジで危ないそれは。
わ、ちょっと、助けて、足が滑った、これはまずい、アンダー生きた。どうした、なんだ今のポーズ。ちょ、今のポーズ何アンダー。そんなとこに突っ立てないで、早くこっちに来て助けてくれよ。やばい、助ける。え、これでアンダーに許してもらえそう。いや、アンダーに許してもらえそうやから助ける。おい俺の、友達には、指一本触れさせちゃった。ああ！いや、俺も学生の時にね、比べて、やっぱ涙腺が緩くなってんなって非常に感じます。このアンダーテールっていうゲームで、ちょっと本当にうるっとくるシーンが、いくつかあって、特に後半。いや、まずいね、これ。俺が相手だ！うわ。アンダーインが後ずさってる。いや、もはやこれアンダーインもいいやつやけどな。子供には手出さないんやね、絶対。言っちゃったよ。お前の勝ちだよ！ありがとう！お前のおかげで助かったよ。いやいや、お互い様ですやん。敵同士ってのも面白いかなって思ったけどさ。やっぱ俺たち、友達、やめられないっぽいな。やめてくれ。ちょっと待って、無理や。ちょっとまずい、これ。俺実況してなかったら結構来てるな。いや、実況してるからこそ来てんのか。結構感情移入してるからな。やべ、マジでもう帰んないと。父ちゃんと母ちゃんが心配する。バイバイ。ありがとう。じゃ、またな。またな。いいお話だな。アンダーテール神ゲーやな、やっぱ。いや、でも今のね、戦闘始まったらめっちゃおもろかったけどね。アンダイン、俺が相手だ。プルプルプル。ブブブブブブブ。ガンガン進んでいくか。うわ、ちょっと待って、もう洞窟か、これ。洞窟っぽいよね。山、っぽい。なんだ？うわ、アンダインだ。七つの人間の魂。それが手に入れば、アズゴアオは神となる。6つ。我らが、これまでに集めた魂は6つ。そう。貴様で7つ目だ。貴様の魂が手に入れば、すべてが変わる。だが、その前に、ここまでたどり着いた者には必ず、我々モンスターの悲劇について語り聞かせるのがしきたりだ。その発端は遠い昔。あ、なんか結構昔話聞かせてくれるんだ。お、何？ちょっと回想みたいな。お、どうした？と思ったが、ええー、めんどくさい！時間の無駄だ！どうせ貴様は死ぬのだ！うわー！来たー！音楽かっこいい！音楽かっこいい！ブスー！音楽かっこよくて、顔ブスー！おい、貴様！貴様がいる限り、モンスターには夢も希望もない！アルフィーに借りた歴史書に、描かれる人間は勇敢だ。アルフィーね。なんか言ってたね。あのパピルスもアルフィー博士って。巨大なロボット、可憐な乙女、剣士たち。だが、貴様は、ただの腰抜け。あの子供を利用して、逃げようとするとはな。加えて、そのふぬけた偽善にもヘドが出る。あ、俺の偽善バレてた。俺のあの子供崖で助けた時の偽善バレてたんや。ちょっと他人に優しくした程度で善人ぶるな。皆を喜ばせたければまずは貴様が死ぬことだ。そうとも人間、貴様は存在自体が罪なのだ。貴様さえいなければ我々は自由になれるのだ。今モンスターたち全員の胸が高鳴っている。みな、この瞬間を待ちわびていたのだ。その希望には一点の曇りもない。みなの心が一つになれば負けることなどありはしない。人間よ、覚悟しろ。貴様の企みもここまでだ。モンスターの決意の強さ、思い知らせてやる。かっこいい。こいつが何だっけ、なんとかの隊長やんね。腹をくくったら前へ進み出ろ。くくくくくくく。
おお、アンダインか、なんかセーブポイント出てる。黒い風が泣いている。決意がみなぎった。かっこいい、決意のみなぎり方がここに来てちゃんとしてる。アンダインの闘技場セーブしました。あ、アンダインの闘技場なんだ。戦うか、さすがに。行くぜ。覚悟ができたか。もう逃がしはしない。貴様は終わりだ。来た、緑になった。勝負だ。かっけえ、音楽かっこいい。音楽かっこいい。今までやったら一番レベルに好きかな。暫定1位かな、アンダインの音楽が。一旦でも分析かな。アンダイン、アタック50、ディフェンス20、決して諦めないヒーロー。いやー、ディフェンスは20なんだ。緑の間は逃げられないぞ。危険を正面で受け止める根性がなければ。え、これ緑の間動けへんってことやんな。その受け止めなあかんの技。あ、なるほどね、ガードみたいな感じね。で、音ゲー始まった。アンダインはじれったそうに槍を握り直した。アンダイン、どうしよっかな。訴えかけよっか。戦いたくない、話し合おう。これを食らってみろ。あ、なるほど、こうやって戦うんだ。え、結構楽しくない？アンダイは指で喉をかき切る仕草をした。大丈夫？なんか自滅したりしてへん、それで。いや、訴え続けんのが一番かな。いや、セリフ変わるうちは訴え続けて、いや、ワンチャンなんか許してくれたりしないかな、ずっと攻撃しなかったら。胸の前で拳を握り、おお、進撃の巨人だ、まさに。いや、このさ、やばい、挑発しちゃった。なんかスピード速なったぞ。最悪や。あ、でもそれ、これほんまに速なってんのかな。あ、ちょっと速なってんのかな。あ、楽しいわ、めっちゃ。てか簡単じゃない？簡単じゃなくなってくんのかな、だんだん。このさ、どうやったらこいつを逃がせんのかみたいな考えながらさ、ずっと攻撃受け続けなあかんやん。多分、いや、どうなんかわからんけど、倒した方が早くはありそうやんな、そのゲームの進み方は。アンダイの攻撃少し弱まった。熱い。弱まったって、いや、強まってますやん。普通に強まってますって。何それ、急に動けるようになった。あ、それ急に動けるようになるパターンもあんねや。訴えかけよっか。少しはできるようだな。お、こういうパターンの攻撃もあんの。でもこいつ槍下手やねんな。こいつ槍下手やねん、普通に。マジでどうしたらいいのこれ。なんか方向変わったんやけど。黄色い矢印は方向変わんのか。真後ろに構えたらいいのかな。え、もう一回来てほしい。いや、これ上。うわー、分かってたけど、上、危ねえ。分かってるけど、これこんがらがるな、普通に。すいません。いや、かれこれマジで何十分かぐらい戦ってたんやけどさ、こいつマジで何も起こらんねんけど、普通に。いや、もう全部試すしかない。逃げると。逃げんねや、これ。なるほどね。うわ、最初からこれやったんじゃん。逃げるな。いや、でも逃げないとお前勝負つかない、普通に。しかも間違えて訴えかけてしまったし、普通に。いや、これやり、こいつコントローラー悪すぎやろ。やり使うのやめたら、やり使いなのんのやめたら。逃げろ。逃げろ。いけ。なんか回答、ウェルカムトゥー。わあ。どこへ行くつもりだ。どこへ行くつもりかとかはないんですけど、別にどこ目指してるとかないんですけど、普通に地獄です、マジで。めちゃくちゃ戦って、ウェルカムトゥー。誰じゃー、こんな時に。お前か。今何やってるの。ねえ、今度さ、貴様と俺様とアンダインの3人で遊ぼうよ。今、まあ大きな意味では遊んでるかもしれん。鬼ごっこっていうやつやってて、今ちょっと助けに来てくれ。貴様とアンダインは気が合うと思うな。暇な時にアンダインの家に来てね。いや、あんま気合ってないかもな、それで言うと。結構殺されかけてはいるね、今。あ、パピルスちゃんは、助けて助けてよ。
よー。もうええってこいつ、ストーカー、もうサンズ助けてよー。てか、なんかえげつないとこまで来てない？何このマップ。あ、助かったか、ムービーだ。鎧が熱い。でも諦めるわけには。もう切ってまえ、その暑さに弱いのかな、アンダイン。あ、これさ、絶対これあげるんだ。ウォータークーラーだ。コップに水を汲む。コップに水を汲んだ。はい、これで仲直りやね、アンダイン。簡単やな。アンダインに水をあげる。はい。この偽善。ぶっかけてるやん。飲ますとかじゃなくて。もうその、切ってまえばいいのに、その箸。何そのプルプル触れてんの。熱い方をあげればよかった。ホットの方をあげればよかった、こいつに。ウォータークーラー。ウォーターサーバーか。あれ？何も言わないの？おい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 、ありがとうも言えないのかい？大人になって、ありがとうも言えないのかい？アンダインさんよ。あ、サンズいなくなってる。進みますか。キモ！なんか出てきたんやけど！